こんにちは、神野です、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、この手ぬぐい、ちょっとまあ見ていただきますかね。これも私どもで作っている手ぬぐいですね。昔の日本の古典柄をモチーフに使った手ぬぐいなんですけども、非常に綺麗ですよね。持っていてもね、ハンカチ代わりにしてもすごくいいような手ぬぐいになりますけども、まあ、これが、日本の古典柄、伝統柄の手ぬぐいなんですが、実はですね、この今お見せした本染めの手ぬぐいを作れるところなんですけども、まあ、抽選で作るとなりますと、まあ、日本全国調べてみても多分2、30件ないかもわからないですね。そのぐらいになっちゃってるんですね。まあ、実際この生地、手ぬぐいの生地っていうのが流通っていうのはどん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 少なくなっていってます。で、今ですね、このお土産物屋さんですね、京都とか奈良、あるいは古都金沢なんかでもそうですけども、お土産物屋さんに行きますとたくさんね、こういった手ぬぐいっていうのは販売されていますけども、まあ、プリントが本当多くなっています。まあ、今お見せしたような抽選、本染めで作るようなものっていうのは本当少なくなってきましたね。まあ、今のその事情が、ね、2、30件しかないような工場の数ですのに、で、いくらブームやと言っても本当できるものって限られているというのが実情なんですね。で、プリント、裏返すと白っちゃけたようなプリントで作られているところも実際多くて、もうそれを売りにされているというところも多いぐらいなんですね。ですから、まあ、実用的に使うっていうのであればやっぱり本染めっていうのがやっぱ一番でしょうけども、ただ鑑賞用に、ね、額に入れるだけでいいんですよっていうことであればですね、まあ、版画のように、その手ぬぐいをキャンパスに見立ててですね、顔料で線を作ってきれいにやるっていうのも、まあ、細い線なんかきれいに表現できますのでね、なかなかきれいなものなんですね。ですから、まあ、いろんなその使い方があると思うんで、そのあたりですね、自分で、自分は実用的に使いたいんだということであればですね、本染めか、あるいは染料のプリントの手ぬぐいっていうのがいいと思いますね。まあ、顔料の手ぬぐいってやっぱ鑑賞用には向いていますけども、やっぱ実用的に考えると本染めに比べるとやっぱり吸収、汗の吸収であるとか水分の吸収が悪いものになりますので、このあたりですね、使い方をいろいろ考えて、作り方吟味していってください。よろしくお願いいたします。